はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、モクシー東京金賞さんの方にお邪魔させていただいてまして、もう間もなくねチェックアウトをして、今日からですね、なんとねハイアットのグローバリスト修行開始いたしますので、これからですねハイアットリージェンシー東京ベイさんの方に、ね、向かっていきたいなというふうに思います。金賞からだとバスが出てるみたいなので、まあ、レイ君とですね、バスに乗って、舞浜の方にね、向かっていきたいなと思います。じゃあね、早速、向かっていきます。イェーイ。ここパトカーいるからね。オッケー。行かないからこっち来るよ。はい。来た。おー、おじおしおし。おしかい。やつやつ、おーしんかい。ちょっと待ってきたかも。来た。来た。はい、到着いたしました。レイ君もね、まだ眠かったんですけど、到着です。はい、今ね、ディズニーランドホテルの方も越えてですね、バス乗り場の方をね、向かってる感じですね。はい、結構ね、やっぱり他のね、オフィシャルホテルよりはバスね、離れてる感じしますね。レイ君が幸いね、元気で良かったです。ちょっとしか寝れなかったですけどね。はい、バスターミナルの方にね、多分ここだろうっていうところには到着したんですけど、はい、すごく心配です。多分ここら辺でいいと思いますので、ちょっとね待ちたいと思います。バスが来るまであとね10分ぐらい時間あるんでね、待ちましょう。はい、来ました。こちらの方でしたね。はい、バス到着です。はい、まあ、こんな感じのねおしゃれなバスですね。これからねハイアットの方にレッツゴーという感じです。テイクレッツゴー。ご乗車お疲れ様でした。ハイアットリージェンシー東京ベイ到着でございます。本日は数あるホテルの中からハイアットリージェンシー東京ベイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。はい、ということでね、到着いたしました。めちゃめちゃね、綺麗です。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、ということでね、無事にチェックインが完了いたしまして、本日はですね、637ゴースということでアサインいただきました。人はね、ほとんどいないです。まあ、金曜日っていうこともありますけれども、スムーズにね、チェックインができました。では、637ゴースの方にね、向かっていきたいなと思います。637。出ていただいて右手ですね。エレベーターホールは、こんな感じとなっております。こっちです。はい。637。結構奥までありますね。すごいね、廊下とかはシンプルなんですけど、すごくね、清潔感ありますね。さらに、ここを右です。はい、本日はこちらの637号室となります。では、入っていきましょう。何？よいしょ。はい、ということで入ってまいりました。どう、レイ君？はい、じゃあね、ちょっと奥入ってみましょうかね。はい、あ、すごくね綺麗、駐車場ビューではありますけど抜けてますね。はい、こんな感じのビューでございます。そしてお部屋の感じね。はい、こういう感じでございます。で、くんが
早速落としてますけど、で落とさないで、はい、じゃあねお部屋の方ちょっとね見ていきたいなと思います。はい、まず玄関ね、こんな感じのウォールナット調のお部屋で非常に高級感ありますね。で荷物ね置く台がこうやってあったりしますけど、はい、お部屋の方はエレベーターホール出ていただいて右手のさらに右手この字型のね、はい、お部屋となってますね。エレベーターホール出て右手の右手、はい、で入っていただいて、でこちらね入っていただいて右手にですね空調のコントローラーと照明、そして左手には先ほど申し上げた通り収納スペースですね。はい、こんな感じでスリッパなんかもねあります。あ、結構ねふわふわな感じしますね。でセキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにございますという感じです。でアイロン台があって、上にはねバスローブがこうやってねございますね。でハンガーとシューブラシと靴べら、常備灯がございます。で入っていただいて右手の方にねこうやってまあ閉めていただくことはねできますけれども、はい、水回りですね、お手洗い、そしてお風呂、はい、こんな感じのね、まあ、コンパクトですけど非常に綺麗ですし清潔感あって高級感もございます。こんな感じのね、シャワーという感じです。レインシャワーはねないですけど、シャワーはこんな感じのね水圧、まあ優しいですけどね十分じゃないかなと思います。はい、まあ、こんな感じのねバスタブも結構ゆったりしてますね。はい、でウォシュレットがありまして、ゴミ箱と、はい、でタオル類、橋元にはナノイーがねございますね、ドライヤーです。はい、で、あ、すごくね清潔感あって高級感もなんかバランスいいですね。はい、拡大鏡があったりとか、まあ、こんな感じのね、はい、コンディショナー、シャンプー、ボディウォッシュとございます。パームアコピアっていうんですかね、はい、こんな感じですね。はい、で入っていただいて奥ですね、ここにね姿見の鏡がこのようにねドーンとございます。はい、でミニバーですね、お水がこのようにあってコップ類、そしてコーヒーマシンがねございます、ドリップになってますね、ポットがこういう風になっているという感じです。美味しそう。どうしたの？レイ君元に戻してください。はい。そして電気ケトルとアイスペール。はい。この下は冷蔵庫でしょうかね。はい。こんな感じで冷蔵庫があって、あ、冷蔵庫はね、特段何か入ってるわけではなさそうです。はい。で、こちらテレビがね、55インチぐらいありますか。結構大きいですね。で、はい、こういったティッシュがあって、なんかね、荷物置いたりとかできそうな感じですし、ここら辺は空ですね。ね、収納スペース結構ありますけど、空。これのなんか木もね、非常に高級感があってね、すごく良さそう。はい、テイクといて。はい、ここも、あ、ここにパジャマがね、ありました。ハイアットリージェンシーのロゴがね、入ったパジャマとなってます。そしてこちらにクリーニングのね、バッグとかがございます。はい。で、ゴミ箱と、ちょっとしたね、こういった絵があって、テーブルなんかもあって、このソファーがやっぱりいいんでしょうね。結構奥行きがあって、デイベッドみたいな感じ。そしてこの照明、非常におしゃれ。ここら辺の間接照明もね、あちらの方には、コンセントが、はい、2箇所と、USB-A がね、1箇所。そして USB-C もね、ございます。これいいですね。はい。で、上にはね、間接照明があって。まあ、ちょっとね、天井は、まあ、やっぱり新しい感じなので、すごいね、高いっていう感じではないですね。はい。もうライオンさんがね、ベッドに寝てます。そして、ベッドの方にはコンセントと USB-A。そして時計。はい。こういう感じですね。ここら辺なんか、ベッドの方もね、なんか照明つきそうな感じしますね。ここもね、コンセントと USB-A があって、どこでつけるのかな。レイクは何をやってるんだ
何をやってるんですか。今楽しいの。はい。あ、ベッド。多分ね、ここをつけると、はい。こういうふうなね、間接照明がついて、お魚がね、泳いでるという感じですね。はい。ここら辺のね、照明なんかも非常におしゃれな感じですね。はい。いや、お部屋としては非常にいい感じです。まとまってて、高級感があって、月のある感じのお部屋じゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。はい、もうレイ君がこんな状態ですね。レイ君、何そのテンション。おかしな、おかしなテンションになってますけど、ちゃんと直してくださいね。はい。で、結構ね、やっぱり新しいホテルだけあってですね、コンセントがね、いろんなところにあってね、考えられてるなっていう感じしますね。さすがにソファーの下にはないのかな。ん？はい。っていう感じですけど、はい。ここら辺もね、多分、角度、テレビは角度変えられないのか。ね、HDMI とかちょっと差しづらい感じはあるかもしれないですね。はい。ということで、まぁ、ちょっとね、ゆっくりしていきたいなというふうに思います。はい。それじゃあね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきましょう。はい、速度出ました。ダウンロード、下りが 22.34Mbps、アップロード、上りが 23.41Mbps で、まあ、ずば抜けてね、早いというわけではないですけれども、まあ、やっぱりね、ライブとかをやる分には、ちょっとね、不安定な部分はあるかもしれないですね。まあ、でもね、通常使う分には十分じゃないかなとは思います。はい、ということで、こちらのね、ハイアットリージェンシーさん、東京ベイさんの方にね、無事にチェックインが完了いたしました。テンションがめちゃめちゃ高いね、レイ君。はい。で、本日からですね、はい、あのグローバリストのステータスチャレンジを行うわけなんですけども、まあ、初めてね、宿泊させていただくホテルということもありますし、初めてね、全国旅行支援ということで、今日からね、ちょうど使えるという形になってますので、まあ、これからね、宿泊する方向けようにでも、まあ、ちょっとね、アップが遅くなっちゃうかもしれませんけど、届けできればなっていうふうに思っております。まあ、これね、未就学児の添い寝のね、レイ君でもクーポンが出てですね、今日金曜日で平日扱いということもあって、3人家族だとね、9000円分クーポンもらえるって結構大きいですよ。はい。で、今日はね、デラックス金が2万6000円ぐらいのところが、まあ約ね、1万6000円ぐらいになって、クーポンがね、9000円ぐらいもらえるっていう形になってますので、いや、本当にね、すごいプランだなっていうふうに思いますね。はい。ということで、まあちょっとね、お部屋の方で、ちょっとね、準備を整えてゆっくりさせていただいてからですね、またね、ちょっと館内散策だったりとか、まあどっかでね、夕食食べに行こうかなっていうふうに思います。レセプションの脇にねフィットネスがあるみたいですね。はい、こちらがねフィットネスセンターですね、ジムです。はい、あのレセプションのね脇にあって、今ね撮るつもりじゃなかったんですけど人がいなかったので中にね入って撮らせていただいてます。十分なね広さあるんじゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。はい、レセプションの脇にはねこういったガーデンブティックとか言ってね、お酒なんかもね、ちょっとね、買えたり、グッズなんかもね、買えるところがあるみたいですね。ディズニーグッズなんかもね、ちょっとね、置いてありますね。そしてこちらの方にはね、リージェンシークラブっていうことで、なんでしょう。なんか、アンバサダーデスクとか、そんな感じのデスクなんでしょうかね。ここのバーなんかもね、非常におしゃれな感じですね。さらに今日はこちらの1階のザ・ガーデンでね、夕食を食べに行きたいと思います。はい。なんかね、お酒なんかもめちゃめちゃ並んでて、いい感じですね。ビュッフェなのかな？はい。レストランね、めちゃめちゃいい雰囲気でございますが、リ君が暴れてます。はい。コース料理ね、12,500円、A コース5,980円、ディナーの B がね、8,500円で、あとはね、アラカルトなども、オーダーねしていただくことが可能となっています。はい、とりあえずねフォカッチャオーダーさせていただきました。ふわふわでね美味しそうですね。そしてレイ君のねお子様セット用のコーンスープがね来ました。美味しそう。でこう中ペコペコ、ちょっと待って、パンいらない。はい、じゃあねこちらのフォカッチャいただいていきます。うん、サクサク、うまい。はい、レイ君のお子様セットでございます。美味しそう。ご飯ねこの中に入ってるよ、オムレツの中。
リクもナゲットが美味しそうです。はい、こちらね、生ハムとルッコラのピザの方と、そしてね、こちらがズワイガニのね、ジェノベーゼのパスタですね。そしてこちらがね、サーロインステーキという感じです。めちゃめちゃね、美味しそうです。じゃあね、これをシェアしながらいただいていきたいなと思います。はい、ということでね、こちらの生ハムとルッコラのね、ピザいただいていきたいなと思います。結構ね、大きく切ってあるんです。いただきます。うん、めちゃめちゃうまい。生ハムがうまい。しかもね、トマトも、なんだろう、すごくね、酸味が強いわけじゃなくて、程よく主張してくる感じのトマトソース、おいしい。うん、続いてパスタの方にいただいていきたいなと思います。いや、すごい、これもしっかりボリューミーな感じしますね。パスタジェノベーゼ、はい、じゃあね、いただいていきます。うん、あ、ズワイガニのね、香りというか、やっぱ海のね、幸のね、塩味がかなり口の中に広がって、塩味はね、比較的強い感じはしますね。でもこの中、この緑のね、バジルみたいなのかな、がすごく効いてて、後からすごくね、いい香りが口の中に広がる感じ、めっちゃ美味しい。はい、ではね、続いてステーキいただいていきたいと思います。はい、ステーキ美味しそう。いただきます。あ、もう口に入れた瞬間の香ばしさがたまんないですね。あ、めちゃめちゃうまい。しかもめっちゃ柔らかい。うん、脂身はほぼなくね、もう赤身の美味しいところがね、あるって感じですね。これは赤ワインとかね、行きたい感じですね。ポテトもね、めちゃめちゃ大きい。うん、めっちゃサクサク、塩味もたまらなくめっちゃいい。これは最高ですね。パンにも合うかな。うん、うまっ、香ばしいな。うん、たまりません。うん、はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。なんかね、雨もちょっと弱まってるっぽいので、上のね、ルーフトップバーをちょっとね、覗きに行こうかなと思います。行ってまいります。はい、それではね、ルーフトップバーの方にね、向かっていきたいと思います。お、クローズしてますね、ルーフトップバークローズです。雨で、残念。まあ一応ね、チラッと見るとこんな感じなんですけど、またね、来週挑んでいきたいと思います。ガーデンテラスの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらね、吹き抜けになってるところですね。1階がね、ロビーっていう感じですね。で、ガーデンテラス、こういう感じなんですけど、出れますでしょうか。はい、こんな感じのね、ガーデンテラス、本当にね、テラスっていう感じですね。面白い、何があるっていう感じではないですね。ただここに入っていただくと、まあ建物のね、感じとかはね、分かるのかなという感じはありますね。ガーデンテラスです。はい、奥までね、進むとこんな感じでね、まあちょっとゆっくりお茶したりね、天気がいい時は気持ちいいかもしれないですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。今日はね、この後ライブをお届けさせていただいても、お部屋の方でね、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思います。明日の朝食につきましてはですね、まあ妻の方からのね、リクエストもありまして、近くね、ディズニーランドホテルのね、セレブレーションホテルがありますんで、そちらの方でね、ここで食べないんかいみたいな感じですけど、セレブレーションホテルの方で朝食をね、食べようかなというふうに考えております。まあ食券タイプなんで、地域クーポンとかはね、使うことはできないんですけど、そちらでね、現金で食べていこうかなというふうに思います。ということで、今日はね、ゆっくりさせていただいて、あ、なんかね、お部屋とかも落ち着いてね、いい感じですね。まあ、ただね、やっぱり立地的なもの、まあ、ちょっとね、やっぱり舞浜駅周辺のディズニーオフィシャルホテルとかに慣れてしまうとね、ちょっと距離があるかなっていう感じはしますね。もうレイ君はこの通りね、
かなりテンション上がってます。はい。ということで今日はゆっくりさせていただきます。また明日。はい。おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。ベッドがね、意外といいんですよね。ウェスティン横浜さんのヘブンリーに近い感じのね、感触があります。まあ、枕とかね、ちょっと個人的には固めでいい感じなのかなっていうところもありますし、いい感じでした。はい。ぐっすり眠ることができました。ということで、もうね、今8時回っておりますので、これからね、朝食の方食べに行こうと思うんですけど、まあ、昨日ね、申し上げた通りですね、こちらのね、ハイアットリージェンシー東京ベイさんの朝食会場ではなくて、朝食会場は昨日夕飯食べたところなんですけど、ディズニーセレブレーションホテルの方の朝食をね、食べに行こうかなと思います。じゃあね、向かっていきます。はい、ということでね、あちらのセレブレーションホテルの方にね、向かっていきます。はい、こちらがね、セレブレーションホテルのウィッシュのね、塔ですね。で左側がセレブレーションホテルのディスカバーのね、塔です。はい。到着いたしました。結構ね、並んでますね。はい、ということでね、やってまいりました。はい、ということでね、到着いたしました。ビュッフェ台ね、すぐそばで、よかったです。ということで、ご飯ね、取っていきたいと思います。はい、レイ君用のね、プレートに、お食事ね、持ってきました。かわいいですね。そしてね、こちらエッグベネディクトでございます。はい、そしてね、こちらのパンケーキでございます。ミニーちゃんのね、トレーにパンケーキ、ミッキーのね、描かれたパンケーキ。これもね、美味しそうですね。はい、レイ君もね、楽しんでおります。メメ食べる。そしてね、こういう感じでですね、ミッキーのハンバーグで、ハンバーガーをね、作っていただくことができます。こうやってね、オンしていただくことで、ハンバーガーになります。はい、ということでね、今一通り持ってきました。結構ね、やっぱりお皿が可愛いんですけどね、かさばりますね。で、結構ね、メニューが豊富そうに見えて、意外とね、シンプルな感じでしたね。じゃあね、いただいていきましょう。はい、ということでね、いただいていきます。うん、まあ、ミッキー1枚をねご飯だけで持ってくる人あんまいないんじゃないかな。うん、まあ、はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。これでね今セレブレーションホテルの中庭の方にやってきましたので、ちょっとねレイ君遊ばせて運動場の方にもね行ってみたいなと思います。はい、公園の方にねやってまいりました。ハイアットリージェンシーもね見ていただくことできますね。はい、じゃあこっちの方から入っていこうかな。これグラグラする？グラグラするやつじゃない？グラグラしなかった。ここからだよ、グラグラする。うわ、みんなせはい、ということでですね、こちらハイアットリージェンシー東京ベイさんの方からチェックアウトしてですね、今モクシー東京金賞さんの方に移動してきました。まあ、初めてねハイアットリージェンシー東京ベイさん宿泊させていただきましたけど、まあ、やっぱりね新しいですし非常にねいい感じでした。まあ、ただね、まあ、一つなお言うとすると、やっぱり舞浜からのアクセスが、まあ、あまりねやっぱり良くなかったかなっていう感じはありましたね。まあ、改めて新しいホテルだともうしょうがないんですけど、ディズニーランド周辺の、ね、バス停からどんどん、ね、離れていくので結構、ね、距離がありましたし、15時5分発のバスに乗ったんですけど、まあ、無料の送迎バスなんでね、タクシーで行けばいいんですけど、無料の送迎バスを利用するとディズニーシー行って新浦安の駅行ってホテル到着するまでやっぱり、ね、40分ぐらいかかるので結構、ね、時間がかかったな。それ以外は、ね、本当に、ね、申し分ないホテルなので、まあこれからもね、まだハイアット修行をさせていただく中でお世話になると思いますけども、なんかね、もっといい生き方とかをね、探して、より
快適にねチェックインだったりとか、まあ、過ごさせていただければなというふうに思いました。まあ目の前のね総合運動場とかも広くてレイ君もね遊べるんで非常にいいですし、まあ、朝食もね他のホテルの朝食を食べたり、まあ、今回もねセレブレーションホテルさんのね、朝食を食べに行きましたけど、まあ非宿泊者でもですね、まあ、利用ができて1700円で利用ができるっていうのは結構ねコスパもいいんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ毎日ねハイアットリージェンシー東京ベースさんで朝食食べるもよし、違うホテル食べるもよしっていうことで、まあいろいろね、これから20泊近くお世話になりますんで、やっていければなというふうに思いました。最高でした。まあ、またね、今日今、目視東京錦糸町さんにいますけど、明日もね、チェックインするので、明日またね、あちらの方に舞浜に戻っていきたいなというふうに思います。ということで、またね、舞浜のちょっとね、違うお部屋となりますんで、そちらの方もね、お届けできればなと思います。はい。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄、下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひ、チャンネル登録とね、こちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。